はい、どうも、うみです。本日もテイルズオブザレイズやっていきます。私前回動画でザレイズのステップアップガチャを引いたんですよね。そう、引いてステップ3まで引いたんですけど、私あの後にもう欲望を抑えきれずにステップ4まで引いちゃったんですよ。そうで、引いたらですね、いや魔境4枚というね、神引きを果たしたんですよ。そう、4枚魔境が。でも、そう、神引きだったんですけども、まず、魔境一つ目は、オーバーレイの、イクスのオーバーレイのね、コーキスの絵だけど、イクスのオーバーレイが来て、残り、3枚、全部、イクスの季節魔境でした。いや、マジ、逆にすげえな、みたいな。全部イクスだしさ、いや季節魔境全部被るかみたいな。いや本当、私もうミリーナ欲しいんだよね。ちょ、私がねミリーナの魔境を2個目ゲットするのはまだまだ先になりそうです。はい、いやあの確率でも来ないからね。うん、いつになることやら。ではやっていきましょう。今回は高難易度ラザリスのカオスをやっていこうと思います。はい、今回はこちらのメンバーでやっていこうと思います。コーキスは私が完全に使いたいからという理由で入れました。いやもうめっちゃ楽しいんですよね、コーキス使うの。競争がめっちゃ好き。センクナギナタめちゃめちゃかっこいい。あれはね、競争発動した時のかっこよさが半端ない。いやなんでね、コーキスを私は使って今回やっていこうと思います。で、カノンのイヤハートが回復役で、ルドがイクスで、うん、もうボッコボコにやっていこうと思います。きっといける、このメンバーなら。なんせね、もうボコボコメンバーなんで、コーキス、ルドがイクス、もうみんな主人公格。準備はできた？頑張ろうね。はい、頑張ろう。敵は誰？そう、私初なんだよ、ここ。初なんで、誰だろう、今ごめんなさい、固まる。おお、あ、衣装着てから、だからあれか、衣装が違うから、なんか今、一瞬ラザリスが誰か違う人に見えたんだよね。うわー、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ、カノンのイヤハートが物理に弱いんで、行く。うわ、いけるかな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫？大丈夫かな、大丈夫かな。大丈夫？ちょっと待って、待って、待って、待って。適切に対処する。うん、適切に対処しよう。対処しよう、コーキス。いやそんな瞬殺ってある？めっちゃ瞬殺だったよ。ちょっと何が原因だろう。ちょっと待って。よし、競争発動して、ラザリスが魔法を打ってくるのは絶対控えた方がよくて、待って、誰かが言ってる。ちょっとこれガードして、よしよしよし、カノンのところに行ってるお方をやって、よいしょ、よし、競争発動まだか。いや、次、はい、発動させて、よし、かっこいい。これがダメなんだね。これがダメで、じゃあ使おう、テイスティークッキング。よし、テイスティークッキングを使えば、これで、とりあえずルドガーは、まあ、もうちょっと耐えれる。で、ガードして、よしよし、ガード返して、ちょっと待って、大丈夫、よしよしよし、ナイスナイス、カノンのナイスナイスナイス、よしよし、競争発動したい、よしナイス、コーキス。いやマジ、コーキスラインも広くてさ最高だよね。イヤーハートのが物理に弱いんで、痛い、スクソ、ミスった、待って、ちょっと待った。ルドガー、ちょっとルドガー逃げて。ルドガーも、待って、ルドガー2人から狙われてて、コーキス何してんの？コーキス？うわー、これどこにやろう。いや、もう行こう。イヤハートやろう。イヤハート最初にやろうかな、私じゃ。はい、かっこいいよ。かっこよくて。ちょっと待って、危ない、そこダメ。じゃあ、イクス使おう。はい、ちょっとしくったね、今ポジション私がミスりました、完璧。はい、使って、ちょっと逃げよう、この場から離れよう。
ちょ待って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 、絶対にダメ絶対にダメ絶対にダメ、どうしよう、よいしょカノンのフレンドさんをお借りしました。かわいい、最高にかわいいよ。でカノンのイヤハートが今回復してくれてるんだよね。その思いを私は無駄にしたくない、無駄にしたくないけど、どうしようこれ死ぬ、どうしよう、もうルドがもう諦めるしかないよね。だってどっちしろもう無理だもん、もう無理だもん、ああいやこれどうすればいいんだろう、誰からやればいい、誰からやるべき、よしヒール今来たんで、じゃあこれでやろう、多分何人かには当たるはず、はい、とこれまだ死なない、しぶといなー、しぶといなー、ちょっと待ってちょっと待って、うわー一体ねー、じゃあ死白人使おう、はい、かっこいい死白人、うわー、あーでもあと2人か、ラザリス強いんだよな本当に、ちょっとしくた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 、いかーん、ちょっと待って、ガードしてガードしてガードして、ラザリスの攻撃ガードして、はい、痛い、やばいやばいやばい、ナイスナイスナイス、ヤハートナイス、ありがとう、うわっ、ガードガード、よしよしよし、あーやっぱみんなフルではむずいな、クリア、このね競争もねゲッツしたんでね、いやめっちゃかっこいい、こればっか使ってる競争最近よしちょっとガードして、はい、イヤハートとじゃあ頑張ろう、よいしょ、よいしょよいしょよいしょ、はい、いやー絶対もうこれね食らっちゃダメ、ラザリスさみんなに食らってさ、しかも体力1にされるからね、魔境、よし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 、大丈夫大丈夫大丈夫、もう1回ぐらいたまらないかな、イクスがあとちょっとでたまりそうなんで、よし烈炎陣攻撃、ちょっといかん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 、危ない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 、いやこれめっちゃ食らうよねあれ、よいしょ、はい、烈炎陣烈炎陣烈炎陣、高画商烈炎陣烈炎陣、もう一回強化発動したい、よっしゃ勝てました二人死んだけど勝てた、報酬はね一つもらえないんですけど、うん勝ったけどなんかすっきりしないな、ちょっとやっぱみんな生きて勝ちたいね、はい今なんかすごいみんな真ん中に集中しております、何が起こっているかちょっとわからない感じだけど、とっとでもみんな今固まってるんで使おう、あのね私もう一回やり直してメンバーもね、ルドガーをミリーナに変えました、そうすることできっとみんな生きて勝てるんじゃないかっていう私の考えでこの編成になりました、で私はイクスを使う、そうすればきっと 100% 勝てるんですで今ラザリスが大変なことをしようとしているので、もうイクスを使おう、はいみんなに敵中、まあもう強い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 、でも使おう、これでもみんな使おう、あかっこいい、うわかっこいい、はい、いけるんじゃないこれ、もうもしかしたら、だってもうみんな食らってるもん、そうもうみんなをねまとめる、やっぱイクスをみんな最初狙うから、イクスが引き寄せる役が大事なんだよね、でフレンドさんも使って、おーい勝てました、いやめっちゃ余裕で勝てました、いややっぱねイクス操作するとやっぱもう最強ですね、はい、あのオーバーレイも今回してないし、なんでうん
強。イクス強。いや、コーキスも強いんですけど、やっぱ操作、ね。イクスをコンピューターよりも自分で操作する方が、うん、強い。